こんにちは、ホタルグサです。今日はディップフラワーでツタとミニチューリップですね。こちらをちょっと作っていきます。といってもね、まあ適当に作っている想像造花的な感じですね。28番、今回はね、裸線の、シルバーのワイヤーですね。こちらを使っていきます。ちょうど真ん中のところで1つ、1センチゲージで輪っかを作ってあげて、少し1センチぐらいですね、ねじったところで、左右どちらかで、輪っかを作ります。そしてまた少しねじってから、まあね、少し余裕を持たせたところでこう輪っかを作ってあげると、こんな感じでね、ちょっとだけ枝というか、茎があるような感じで葉っぱが作っていけるかなと思います。で、左右ね、少しずつずらしていって、まあ互い違いにね、同じ場所で作ると胎生と呼ばれる、葉っぱのねつき方になるかなと思います。今回はね、あえて少し左右場所をずらしました、はい。で、先端はね、そんなに尖らせなくても今回いいかなと思ったので、そのまま指で細くしてから、広げてあげて、丸やっとこで根元のところをですね、こんな感じでハート型ですねになるように、内側に根元の部分折り込んでいきます。こんな感じで、ちょっとね作業が細かいですけれども、今回ねつける、オブジェが小さいので、これくらいのサイズで作っていますが、もう少しねワイヤーネットとかにつける場合は大きい、サイズで作っていただいてもね問題ないかなと思います。まあね、ちゃんと調べてないんですけど、こういうねハート型の、ツタなんかもあるかなと思います。今回はね特に、あまり調べずに珍しく作っているっていう感じですかね、はい。で、全ての葉っぱですね、2、4、5枚分、だいたい一つのねワイヤーからできるかなと思いますが、こんな感じで、ただこれだとちょっと短いので、もう一つ用意していただいて、合体させてしまって、この、挟み込んでね、左右のそれぞれワイヤーをくるくると、ねじって止めてあげると、少し長いねツタとして使えるかなと思います。で、ディップする関係でね、ちょっと互い違いに向きをね直しておいてあげると、余分なディップ液がねつかなくなるかなと思うので、少しね、くっつきそうなところ、間を空けるように、しておいてください。で、新しいワイヤーですね、12ミリのゲージスティックに6回巻きつけます。これでね、今回チューリップを作っていきます。ちょっとブランコのオブジェだったのでね、置く花が欲しいかなと思って、こんな感じで作っています。かなりね、ねじってしまいます。茎の部分はね特に作らないので、このままねじったワイヤーで、表現していくって感じですかね。で、まとめて丸やっとこで上部分ね、先ほどと同じようにハート型ですね。今回はハートがよく出てくる回です。そして、ずらしていって、まず3-3でね2つに分けて、あとはずらしていって、均等に広げてあげると、それからね、指を使ってカップ型にしていきます。これがちょっと難しいんですよね。チューリップって、少ない花びらでね、作られてるんですけど、どうも形が揃わないので、これうまくできるとね、ピアスとかなどのアクセサリーパーツとしてね使えるかなと思うんですが、あまりね左右対称にならないというか、2つねセットで同じ形を作らないといけないので、そういったところがちょっと難しいですかね、はい。マリアットコなど使ってね、少し微調整しながら、アクセントをしております。形がね決まらないんで、はい。で、これをね、今回は3つですね用意しました。で、2本のワイヤー、新しいワイヤーですね、半分に切って、ちょうどね、半分のところでクロスさせてねじって止めます。これでね2、4、6、8本ですね。で、先端の部分ちょっとモコモコしてるので、ギュッと押さえつけてあげてから、葉っぱですね、チューリップの、葉っぱ部分を作っていきます。で、こんな感じで間のねワイヤーの間隔を、広げつつ、外側のね一番、ワイヤーは少し、カーブをさせてあげて、ウェーブをつけるというかしてあげると、よりね、チューリップっぽいかなと思っています。で、このままね、フラワーテープなどで下の部分止めてしまっても構わないですが、まあ、今回は一応ねねじってみました。
サイズだけね少し気をつけてください。ここのところでね今作ってるサイズちょっと大きかったのでね、もう少しねじって小さく葉っぱね調節した方がいいかなという感じですね。この辺のサイズがねお花との兼ね合いをこうたまに見てあげてね、どうだろうって感じでやってみてください。で、先ほどの葉っぱのワイヤーはね、たくさんあると邪魔なので半分ぐらいに減らしておきました。でツタはグリーンですね、少し濃いめにしました。今回、オブジェの、ワイヤーが黒なので今回はこれくらいのね濃いめの色で、で花は、チューリップの方ですね、チェリーレッドで、印象をねちょっと引き立たせるような感じでやってみましたが、この辺はねお好みの色で、リップしてみてください。あまり茎の方にね流れないようにだけちょっと今回は気をつけました。茎をね後で、グリーンとかでリップしていただいてもいいかなとは思います。で葉っぱはライトグリーンですね、少し明るめな感じで春らしい感じですかね。まだ冬ですけど、冬真っ只中ですけれども、まあ、少しね、春をイメージして明るいカラーでリップしました、はい、乾いたらね全てストレンスナーをつけて、余分なとこついていたようでしたらね、少しリップ液のこの膜ですね、カットして整えてください。今回はねアイアン小物ということでブランコですね、こんな感じで少し動きます。こちらを、ダイソーさんで購入してきました。なのでこれをね、ツタをあちこちに絡めて少しね、おしゃれな感じに飾ろうかなと。でワイヤーねここでぐるぐると巻いて、2、3回ね巻いてあげれば止まるかなと思います。でこの後ワイヤーカットして、一応ね接着剤、動画外ですけれども接着剤でちょっとね軽く留めておきました。もしねこのワイヤーの色が気になるようであれば、リップ液を少しね筆なんかに取っていただいて、このワイヤーのとこ塗ってしまってもねいいのかなとちょっと後になって思いました。はい、なシルバーなんですけどねちょっと目立つかなというところもあるので、あとはマニキュアなどでね簡単にちょちょっと、黒色とかで塗ってしまってもね、目立ちにくくなるかなと思います。全体的にねこんな感じでツタを絡めてみました。さっきのねツタでだいたい 6、7 本ね作ったかなっていう感じです。でこちらはチューリップですね、はい、3本をセットにしてねじって留めて、あと葉っぱもね今回3つほど作ってあげましたが、まあ、2つぐらいでもねいいかなと。ここもね今ねじって留めてますけれども、フラワーテープでこの後留めるのでそれで留めてしまってもいいですね。ちょっとね小さくて、ばらけやすいので、接着剤をね後で根元のところに、少し塗ってちゃんとね留まるようにはしてあります。なかなかね細かいパーツだとポロポロ取れてしまうといけないので、その辺はねちょっと接着剤の力を借りましょう。はい、であまりね瞬間接着剤とかだとね、曇ってしまうこともあるので、透明の、クラフト用のね接着剤とか、あとはプラモデル用の接着剤なんかをね使ってあげるといいかなと思います。ワイヤーが少しね、太くなっているのでカットは、大変かもしれないですが、何回かに分けてねカットしてあげて、根元のところをフラワーテープで巻いていきます。で、全体的に巻いてね、この後、まあ、リボンを本当はつけたいですけど、そんな細いリボンもなかなかないので、細い紐でねちょっと、蝶々結びにしてあげたっていう感じですかね。はい、こんな感じで今回はねブランコの、オブジェに少し装飾をしてみました。ここまでご視聴ありがとうございます。